ははいどうもこんにちは今回も前回に引き続きコンデンサーのつなぎ替え問題を扱っていきたいなと思いますさてこの図を見てえコンデンサーのつなぎ替え問題って思う人もいるかもしれませんがこれも立派なつなぎ替え問題なんですね電圧を使って考えると非常に分かりにくく難しくなってしまいますが電位ですねポイントは電位を使って考えるということでした極番電位を考えることによって非常にシンプルで簡単な問題になっていきます 丁寧に説明していきますので一緒に頑張っていきましょうはいそれではやっていきましょういつものように問題は概要欄にリンクを貼っていますので一度問題を解いてからまたこの動画に戻ってきてくださいはいそれではね問題の概要から説明していきたいんですがこの a b d e と書かれているところこれがコンデンサーになっていて下側がすべて設置されているんですよねまあ、ここ電池がつながれていますけどねでその中でこうい電体車線で引っ張ったものが有電体になっていて a と b はこの コンデンデサのの体体積の半分を有電体が占めているとそして D と E については同じようにね油電体が入ってるんだけどもこの2つの有電体がここでつながれてるんですよね。なのでこの有電体左側の有電体が左に進んでいくと同じように右側も,もう左に進んでいくのでこの体積ですね真空部分の体積こちらが減るとこっちは真空部分の体積が増えるという形になってるんですね。 はい。それではね、1番からやっていきたいんですが、1番はもう本当に基本的な問題ですね。合成容量の式を使って、電気容量を計算していくだけですね。はい。A が何もないときですね。空っぽのとき、有電体がないときの電気容量を C としてあげて、今現在の A の電気容量、B の電気容量、D、E の電気容量を求めていきましょうというとこですね。はい。じゃあ、空っぽのときですね。C イコール D 分のイプシロン S を使ってあげると、まあ、別にこれイプシロン0入れないですね。イプシロン S を使ってあげると、空っぽのときの A の電気容量は D 分のイプシロンゼ S と表すことができて、この電気容量が C と表しましょうということなんですね。はい、じゃあ今はここですね。有電体が入っているので、これ並列として考えることができるということですね。はい、左側の電気容量いくらになっているかというと、D 分のイプシロンゼかける半分ですから2分の S ですね。 はい右がこの部分の電気容量いくらになっているかというと D 分の非有電率が5ですから有電率は5倍ですから5イプシロンゼロですねで面積は半分ですから2分の S ですねはいこれを計算してあげるといくらになるかというと D 分の3イプシロンゼロ s になっているんですね D 分のイプシロンゼロ s が C になってますからこれが 3C になっているということでしたはいじゃあ B も同じように計算できるんですけども半分半分で同じように計算できるんですが 局番間隔が半分にな,ってるんです、ね、なので D 分の D のところが2分の D 分のになりますからそこだけ注意して計算してあげると 6C になりますよと。 はいじゃあ同じく DE について見ていきましょう問題文の設定ではここですね有電体の占める体積面積っていうのがちょうどこの面積1に対して x になってるんですねなので有電体の占める体積っていうのがこの場合は xs になってるんですね s が抜けてましたね、はい、それに対して残った部分がここが x ですから 1-x になってますから真空の占める体積っていうのが 1-xs になってるんですねで曲番間隔が半分ですから2分の d になっていること、非有電率が5ですから有電率が5イプシロンゼロになっていることを使って計算してあげると、これ足すだけなんですけど、d 分のイプシロンゼロかける2たす 8x s になってるんですね。で同じように d 分のイプシロンゼロ s が c であることを使ってあげると、2括弧1たす 4xc と出てくるんですね。はい e についても同じように考えていきましょう。 ここですね、ここの占める体積が x の時は、ここですね、有電体の占める体積、こちらは1引く x になってるんですね。なので、ここですね。 こっちはさっき x だったものがここは1引く x s になってますよと反対にですね真空の占める体積は先ほどは1引く x だったんだけど今回は x になっていますよと同じように c が d 分のイプシロンゼロ s であることを使って計算してあげると5引く 4x c と求まるということなんですねはいそれでは2番やっていきましょう2番はこの電源ですね電池があるスイッチをつないであげましたとでここの電池の電圧が v になってますから設置されているところを書かれて すて電位が0になってるんですよね、はい、なので問題文にも書かれていますがここの電圧が V なのでマイナスからプラスで電位が上がってますから P の電位が V になってるということなんですね。はい ではあとはここからどうやって QA とか QBQDQE を求めていくかっていうことなんですがまずここですよねここのスイッチがつながれていませんからまずここが絶縁部分になってるんですねここが浮いてるところになってますからこことここの間で電気のやり取りをしてるだけなのでここが絶縁部分になっているのでここについて電気量が保存されてますよと同じようにこの部分についても電気量が保存されてますよねなのでここの電位が V ということが分かってますからここの電位ですね M 点での電位をもし与えることができたら Yeah. <laughs> こここの電圧出すすとができますよね同じくここ電位が0になってますから Vm と0ですから電圧出すことができますよねなのでここ m の電位を Vm と置いておきましょう同様にですねここ n の電位が分かったらこことここの電圧を出すことができますから与えることができますから n の電位を Vn と置いておきましょうはい、では電圧出していきましょうコンデンサー A の電圧は下が0で上が Vm ですね上がプラスで考えてますから Vm が0よりも大きいとして考えてあげると電圧は Vm−0 で VM ですねはいでは同様にコンデンサー B の電圧を求めていきましょう下の方が電気量プラスにしてますから下の方が電気が高いとして考えてますから V の方が Vm より大きいとして考えてますからここですねコンデンサーの B の電圧っていうのは、v v ですねはい、あとは DE も同様に考えていきましょうプラスがある方が電気が高いとして考えてそれぞれの電圧を求めてください。はいいよろしいですかね 下がプラスになってますか下の方が電圧が高い V の方が Vn より高いという設定ですから電圧は V-Vn ですね同様に上がプラスになってますか Vn の方が0よりも電圧が高い設定ですから Vn-0 が電圧 Vn が電圧になっているということですねはいでは最初にも言いましたが電気量保存の速ですよねこの部分について電気やり取りしているだけですから Qa+-Qb すマイナスが最初の値と一緒になっているともちろん Qa 最初の値は0でしたね マイナス9 b 9 b の値も最初0というふうに与えられてますから 9a−9b が0ですよと同じようにここもそうですねマイナス 9d+9e が元々の値0と等しくなっているとその関係式を立てていきましょうはい、では確認していきましょうまずこの部分ですね電気量が保存されている 9a−9b が0であると 9a の値はここですね a の電気容量が 3c そして VM ですから 3CV、CV から計算できますよね。同じく QB も電気容量が 6C と分かっていて、電圧が V-VM ですから6 c かける v v m っていうのが電気量、QB になってるんですね。それが元々 A も B も00でしたから0になってるということですね。 はい。同じように QD、QE についても求めていきたいんですが、今、X イコール4分の1っていう設定がありますから、4分の1それぞれ代入してあげると、CD と CE がそれぞれ等しくて 4C になってるんですね。はい。なので、QD の電気容量は 4C×V-VN ですね。まあ、それがマイナスですから、マイナスですよね。そして E の電気量 QE っていうのがいくらになってるかというと、電気容量が同じで 4C。電圧が VN ですから、4CVN ですね。それがもともと、 D も E も00でしたから合計して0それが変わらないですよということなんですねあとはそれぞれね一時式になってますから計算してあげると Vm が3分の 2VVn が2分の V, v, v と出てくるんですねで今回求めてほしいのは ABCDE の電気量を求めていきたいので今 A の電気量は QA ですから電気容量が 3C ですよね3 c かける v m 要するに3 c かける3分の 2V ですから 2CV 同じく B の電気量も計算できるんですけども V−Vm っていうのがいくらになってるかっていうと3分の V ですね。3分の v かける電気容量が 6C ですから 2CV ですね。まあこれ当たり前ですよね。こっちが 2CV で足して0ですからこっちはス2 c v になってますから B の電気量はもちろん 2CV になっているはずですよね。はいというふうにね 電圧が分かってま,すかまた Q イクロ CV を使って電気量が計算してあげると D と E の電気量も同じに c v になっているということがわかるんですね。はいそれでは3番ねやっていきたいなと思います3番はここのスイッチをですねさっきは繋いでたんですけどスイッチを切るんですよね。なのでここの電位が V かどうかは分からなくなるんですね。 なのので点 P VP 電位としししててここに直しておきましょうはいそれでその後ですねこの地のスイッチをつないであげたので次は VM と VN の電位が一緒になってくるんですよねなので VM で共通して考えていきましょうでこの時に M 点から N 点に対して電気量がどれだけ流れましたかということなんですね。 m から n に対して電気が流れてこれがこっちに行ったりとかこっちに行ったりするわけですからさっきはここだけの電気量保存速絶縁部分でしたけど今回スイッチをつないであげることによってこの部分ですね上全部が 電気量保存則の対象絶縁部分になりますよということなんですねはいよろしいですかねなので QA たす -QB たす -QD たす QE がさっきの電気量と一緒になってますよとさっきの電気量はこことここを足してあげて0こことここを足してあげて0ですから4つ全部足してあげても0ですね なのでイコールゼロにななってる。なのであとはそれぞれの電気量をしっかり求めていくだけなんですけどもう電位をねさっき使っていますからこの電位を使って考えていきましょうはいじゃあ m 点の電位を Vm としてあげるとここの電圧は Vm ですね n 点の電位を Vn と置いたんですがここつながれていますから Vm と一緒になってますからここ0から Vn ですからここの電圧は VnVm になりますね。 はいいじゃあここ見ていきましょうさっきはねここスイッチ繋いでましたから点 P の電位が V になってたんだけども今回わからないので VP と置いときましょう。ではここ点 P の電位が VP だとここですよねコンデンサー B の電圧は下側が電位が高いとして考えてますから VP-Vm こっちは VP-Vn。Vn は Vm と一緒でしたね。で電圧が分かりましたから Q=Cv からそれぞれの電気量を求めていきましょう。 はいいよろしいですかねそれぞれ Q=CV をこの電圧 V を使って計算していっただけですね電気容量が 3C6C4C4C でしたね。でここ VN の値がさっきも言いましたがここつないでいますから VM と等しくなってますよということですね。じゃあここで未知数確認していきましょう未知数は点 P での電源がわからなかったので VP と置きました。 Vm の原因っていうのもさっきと変わってるはずですからここも分かってないので未知数は Vp と Vm のこの2つなんですよねなので未知数が2つに対して式が1つしかありませんからどこで解けるはずがないんですよねなのでもう1つ式を立てていきましょうとじゃあもう1つ絶縁部分を探していかなきゃいけませんがもう分かりますねこの部分ですね QB QD とを足したものがここ この中で電気をやり取りしてるだけですからこの部分については絶縁部分となって電気量が保存されてるということですね。ここスイッチ切らられてますからねはいでは QB と QD のもともとですねこのスイッチを切る前の電気量はいくらだったかというとここで計算してますよね 2CV それぞれ 2CV になってるんですよね。なのでプラス 2CV プラス 2CV ですから 4CV のままになってるというとこですね。 はい、ではこの式も QB とか QD ですねこれを Q=CV 使って求めていきましょう QB の方が電気容量が 6C ですから6 c かけるここは V が VB でしたね VP-VM ですね QD の方が電気容量が 4C になってますから4 c かける v p v m ですね はい、ではこれで未知数が2つに対して式が2つ出てきましたからこの2つの式を連立方程式立ててあげたら Vm と Vp それぞれ計算できるというところですね、はい、よろしいですかね。 この二つを連立方程使って計算してあげると M の電位 VM が7分の 4VP の電位が VP が35分の 34V ということが出てきますでも問題はこれを求めたいわけじゃなくて M から N に流れた電気量を求めていきたいということなんですねもともとここは0,0、ね、だったんですよねなのでこっちが10こっちが30になって合計40になってたとしたら流れた電気量は ゼロの状態から四十になったということはこっちから四十流れてきたということになりますからね。なので今の D の電気量マイナス QD と E の電気量プラス QE を足したものがゼロからいくらになったかということを考えてあげたら流れた電気量というのは出てきますからね。なのでマイナス QD 足す QE の値を計算していきましょう。はいでは計算確認していきましょう。まず D の電気量 QD なんですけど Q イコール CV から 4C ですね。電気容量が 4C で電圧が VP 引く VN ですね。 v p く v n っていうのがいくらになってるかというと VP がこの値で VM がこの値ですからこれ通分してあげるとね35分の3 4く2 0要するに35分の14約分してあげると5分の 2V になってるんですねなので 4C×5 分の 2V ですはい E の電気量はいくらになってるかというと同じく Q=CV 使ってあげると電気容量が 4CVM が電圧になってますからかける ×7 分の 4V ですねはいこれ計算してあげると35分の 24CV が 今現在この二つに蓄えられている電気量になってますからゼロからこの値になったということはここから M から N に対してこんな下分運ばれたということになりますからこれが答えになるということですね。<noise> はいそれでは最後四番やっていきましょう。最後四番はスイッチをね両方とも切ったんですよね切ったまんまここですよね X がさっきは四分の一だったんだけども二分の一に変えたその時の M と N の電位がどっちがどれだけ高いかっていうのを求めてくださいということなんですねもうこれも完全なね繋ぎ替え問題ですねここスイッチ切ってますしここもスイッチ切ってますからここで電気量保存則ですよねそしてここで電気量保存則、そしてここで電気量保存則で,ですよね なのでそれぞれについて電気量保存則を立てていくだけになっているんですよね。はい、では確認していきましょう。ここですね、ここの電気量保存則を立てていきたいので QA たす -QB、QA-QB がこのスイッチを切る前ですね。切る前の電気量と一緒になってますよと。先ほどここでね、-QD たす QE が35分の 24CV ってことが分かってますね。もともとこっちが0だったものが、こっちも0だったものが35分の 24CV になったということは ここにあった35分の 24CV がこっちに移動したってことになっているのでこのスイッチをつないでる時のこっちの A と B の電気量の合計っていうのは分分のの 24CV 24CV でですすからス、ねはい、9 d 9 e っていうのはここで計算してますね35分の 24CV がスイッチを切る前の電気量でしたね。 はい、QB と QD はこれどうなってたかというとここで計算してたんですよね。QB と QD の値は 4CV のままですからここ使ってますけどね。なので 4CV ですよとあとはそれぞれを CVQ=CV から計算してあげたらいいだけなんですね注意してほしいのはここが 3C でここは 6C のままなんだけどもここの値ですね X を2分の1に変えてしまいましたから 1>, 1番の結果を使ってあげると x が分のの場合ここの電気量っていうのはここと同じ状態になってますから 6c ですね x イコール1 =2 分の1代入しても出てきますこっちも x イコール1 =2 分の1代入してあげるとここと同じ状況になってますから代入してあげても出てきますが 3c になってるんですねだからそれぞれを使って gv の形にししていきましょうもちろん n と m の電位はもうここスイッチ切ってますから違う電位になってますし 点 P の電電位位も違う電位になってますからね未知数が3つあるんだけども式がしっかり3つ立ってますから計算はとりあえずしっかりできるということで,ですね、はい。それでは計算の確認していきましょうまずこの式見ていきましょうか A の電気容量が 3c ですね電圧が Vm になってますから 3cVm ですね同じく B ですね B の電気容量が 6c になって電圧がここは V が Vp になってますからね。ななので VP-VM になってますから -6CVP-VM ですね、はい、真ん中見ていきましょう D の電気容量が今回 6C ですねなので 6C× 電圧がここが VP になってますから v p v n ですねいいですかねはいこちら見ていきましょう E の電気容量が 3C ですね電圧が VN になってますから 3CVN ですね はいいじゃあこちらも見ていきましょうか電気量ともに 6C ですね電圧がともにここ VP ですから VP-VN と VP-VM ですねはいなので 6CVP-VM+6CVP-VN これが 4CV になっているということですねじゃあ未知数3つ式が3つの連立方程式を解いてあげると VM が105分の 62V。 VN が105分の 78V なので VNN の方が電位が高いですよとどんだけ高いかというと分母が共通してますから105分の16引き算してあげたいだけですね105分の 16V だけ高くなっているということが分かるんですね。今回もコンデンサーのつなぎ替え問題ずっと扱ってきていますが次回で最後の問題になります最後難しい問題にはなりますがぜひ満点を取って夕のびを飾ってほしいなと思います。 この動画が良かったなという人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。